イオン南越谷店は、埼玉県越谷市南越谷一丁目に立地する、イオンリテール株式会社が運営する、大型商業施設である。大英時代の店番号は0326。複合型商業施設越谷サンシティの各テナントで、サンシティホールと称する、コンサートホール、越谷市役所南部出張所、越谷市立図書館南部図書室を併設する。毎年8月に、 周辺で開催される南越谷阿波踊りでは、一階、店舗入り口付近に特設会場を設置し、組踊りや阿波踊り教室が行われる。大英時代には、5階にあった、祭事場でも組踊りが行われることがあった。2016年に、ヤゴーが大英からイオンに変わったが、それに先立つ2015年、イオンリテールは、運営主体に対し2019年8月の、 契約満了をもって閉店する方針を示した。これに対し、越谷市は当店を含む越谷サンシティの再開発を計画することになり、イオンリテールに対して大幅な賃料引き下げを提案した結果イオンリテールは閉店の方針を撤回した。再開発計画では2024年度に越谷サンシティを解体する予定となっており、それまでは営業を継続すると推測される。 2014年9月1日以降、以下のように構成されている。詳細は公式サイト、三式店舗、施設案内を参照。2012年11月18日以前は、すべてのフロアが、大英南越谷店のテナントであった。直営売り場の地下1階は、食料品など、1階は化粧品、医薬品など、2階は、婦人服など、3階は、紳士服など、 4階は、子供服、玩具など、5階は、日用品などを扱っていた。6階は、専門店フロアで、飲食店とゲームセンターがあった。2019年以前3階は、メンズファッションと暮らしの品のフロアだった。イオン部分の詳細及び一覧は、イオン南越谷店公式サイト、専門店案内を、サンシテ式名店会加盟テナントの詳細及び一覧は、 越谷サンシティ公式サイト、サンシティ名展開をそれぞれ参照。ありがとうございます。